いきなり入ってくんなよ。ノックくらいしろ。シオンの動きはどうだ？別に監視してるわけじゃねえからわかんねえな。だいぶ親しくしているようだな。そんなことまでお前に報告しなきゃなんねえのかよ。用がないなら出てけよ。今日はお前とシオンが同じ任務だ。そりゃわざわざお知らせありがとうございます。近いうちにまた忘却の城に行ってもらう。ゼムナス様の命令か？あの城にはまだ秘密がある。あの方でさえも知らぬ場所が。知らぬ場所？あの部屋のことだろ。今まで散々探して見つからなかったんだ。そう簡単に見つかるわけねえだろ。では一ついいことを教えてやろう。シオンはあの城で生まれた。ナミネと同じあの城で。ナミネとシオンが生まれた場所、お前が行きたがりそうな場所だろう。どうだか。あの城に行きたいのは俺じゃなくてお前の方だろ。ゼムナスが探し求める部屋、そこに行けばゼムナスの真の目的がわかるってか。眠りの部屋と対をなす目覚めの部屋。ゼムナスには誰にも言っていない真の目的がある。その手がかりが目覚めの部屋にあるはずだ。それをつかめば優位に立てる。俺たちの目的においてもな。ビクセンもゼクシオンもお前にとっていずれ邪魔な存在になる。だから先に手を打った。お前が機関のトップになるためにな。汚れ仕事は俺が引き受ける。だからお前は上に行け。忘却の城へは近日中に単独任務で行ってもらう。そのつもりでいろ。忘却の城、ナミネ、シオン。また明日から任務だな。ああ、またお休みあるといいね。そういや、またしばらく会えなくなるな。え？何日か調査に行かされるらしい。どこに？秘密。なんだよそれ。極秘任務だからな。私たちにも言えないってこと？友達にも言えない秘密くらい誰にもあるもんだ。記憶したか？秘密。冗談だ。あんまり任務についてペラペラ喋るとサイクスがうるせえからな。お前たちも気をつけろよ。わかった。俺がいない間にヘマすんなよ。しないわよそんなの。どうだかね、お前ら頼りないからな。ひどい。私たちだけでも大丈夫。そうだよ、ちゃんとやるって。ようやく帰ってきたのか。休暇に何しようと俺の勝手だろ。全部お前に報告しなきゃいけないのか。あの二人と親しくなりすぎるの。はいはい、分かってますよ。お前変わったな。よ、ロクサス。アクセル、いつ戻ったんだ？ついさっき帰ってきた。どうだ、うまくやってるか？うん。シオンはどうした？まだ来てない。
いつもならそろそろ来る頃だと思う。シオン、遅いな。あいつ。私は。お前は誰だ？なぜキーブレードを使う？あなたこそなぜ機関を装うの？親友の眠りを邪魔させないためだ。お前が何者かは知らないが、所詮偽りでは俺には勝てない。このキーブレードもまやかしだ。キーブレードが偽りだというの？勝手なこと言わないで。あ、悪いことは言わん。早く奴らの元から離れろ。あなたこそ偽りじゃないの？確かに俺の方こそ存在しないものなのかもな。もう一度お願い。我々はそれほど暇なわけではない。やはりお前が失敗作だったというだけのことだ。シオン、シオンはどうした？今日も来てない。そっか。アクセル。ん？アクセルは失いたくないものってあるか？失いたくないもの？なんだ急に。今日失いたくないものを持つ奴に会った。そいつはそれがすごく大切なもので、ザルディンはそれが弱点になるって言ってた。俺にはそんなものないなって。心がないんだから当たり前だ。そうかな。例えばデミックスはスタールを取り上げたらきっと嫌がるだろ。まあそういうことになるな。心がなくても失いたくないものはあるってことか。だとすると俺たちノーバディにとって失いたくないものは過去の記憶かもしれない。過去の記憶が失いたくないものを作る。過去の記憶？俺にはそんなものない。お前に過去の記憶がなかったとしても失いたくないものはあるはずだ。
例えば？機関に来てからの記憶はどうだ？わからない。でも、そうだな。アクセルとシオンのことを忘れるのは嫌だ。失いたくないものっていうのはそういうことじゃないのか？誰にでも、俺たちノーバディにも失いたくないものはあるってことだ。怖いな。心がないのに怖いって？友達がアクセルとシオンがいなくなったら、いや、俺の中から二人の存在が消えたら怖い。俺たちに怖いなんて感情は存在しない。でも今俺は怖い。もしお前がそういうふうに思うなら、怖いってことを記憶のどこかが覚えているのかもしれないな。そんな言い方ねえだろ。言ったはずだ、深入りするなと。どうしてもシオンのことが引っかかるんだよ。何かあるなら俺には隠さないでちゃんと話しておけよ。お前は俺に隠さず全て話しているというのか？お互い様ってか。シオンに機関員の資格があるはずがない。どういう意味だ？見たままだ。これ以上俺から言うことはない。結局また倒れたのか、失敗作目。そんな言い方ないだろ。黙ってろ。お前は変わってしまった。忘却の城で一体何があった？もう過去を捨てる気なのか？アクセルもシオンが心配なのか？当たり前だ。なんか変な感じがする。どういう意味だよ。アクセルって面倒くさいこと嫌いだろ？なあロクサス、俺たちはなんで毎日あんなところで三人一緒にアイスを食べてるんだろうな。え？これといって用もねえのにさ、普通に考えたら面倒くさいだけだろ。どうしてだろう。教えてやろうか。それは俺たちが親友だからだ。親友？ちゃんと記憶しとけ。俺たちは親友だ。そっか、そうだよな。ありがとうアクセル。もう大丈夫なのか？ちょっとめまいがしただけ。心配かけてごめんね。あんまり驚かせんなよ。うん、今日はゆっくり休め。わかった。二人ともありがとう。